ブルガリア正教会の正、シノドが入っている建物。正、シノドとは、正教会における、教会を干渉する組織の一種である。主座主教によって主宰され、通常メンバーたる主教たちによって構成され、主座主教は主教たちに対して、説明責任を有する。正、シノドは組織それ自体の公式名称として使用され、しばしば単に、シノドと呼ばれる。メンバーによる実際の会合とは区別される。またローマカトリック教会でも東方典礼カトリック教会における教会会議も正、シノドと呼ばれる。すべての独立教会と自治教会には自身の全教会にわたる正、シノドがあるが同時に特にある教会の領域が広大な地域に広がっている場合、その地方の正、シノドも存在する。正シノドのメンバー資格は、それぞれの教会の伝統と、教会法上の条文によって決められる。いくつかの教会では、府主教の称号を持つ、全主教がメンバーとみなされ、他方、教区を干渉する主教であろうと補佐主教であろうと、現役の主教なら、メンバーだとみなす教会もある。地方のシノドは、通常は、領域内の主座主教と、全教区主教によって構成される。正シノドのこのような語義は、全地方会議のそれとは区別される。全地方会議は、全正教会から集まった主教たちによって構成され、正、シノドとも非正式に呼ばれることもあるが、全教会の諸問題について話し合ったものである。ありがとうございます。